太平洋戦争前の伏見港伏見港は、かつて、京都府京都市伏見区に存在した、河川港。1950年代頃まで、京都と大阪を結ぶ水運の拠点として栄えた。跡地にある、復元模型伏見港公園、ミスコーモンと、ミスコーモン資料館桃山時代の1594年、豊臣秀吉は、宇治川の地水を呼び、 流路の大幅な変更を目的として、一般に、大閤堤と呼ばれる薪刀包みや小倉包みの建設をはじめとする大規模な工事を、前田利家らに命じて行ったほか、宇治橋の撤去及び小倉池を介した、交通の要衝であった岡谷津、与党津の役割の否定、さらに、小倉包みの上に新設した大和街道と城下を直結する位置に文語橋を設けたことにより、陸上及び、 河川の交通を伏見城下に集中させた。伏見には宇治川と堀川を結ぶ形で港が設けられ交通の要衝となり三0国線が伏見と大阪の間を行き来した。江戸時代には門倉領儀、祖安府市が高瀬川を改作し京都と伏見が結ばれたことから港の役割はさらに増した。幕府の天馬書も置かれ三勤交代の大名が立ち寄るために 本陣や大名屋敷も置かれていた。幕末期には坂本龍馬が伏見港の船宿である寺田屋を常宿としていたのは有名である。明治時代に入り、琵琶湖疎水が開通すると疎水とも接続し新たな水運のルートが開かれたほか、宇治川も新たに開削されたことから、琵琶湖への大型船の就航が可能となり、大阪や琵琶湖へ蒸気船が就航した。また、 日本初の電車である京都電気鉄道伏見線が港と京都市内を結ぶために建設された。1929年、宇治川の堤防が整備され宇治川と堀川に水位差が生じたためミスコ門が建設されている。蒸気船による水運は京都市と大阪市などを結ぶ鉄道が開通した後も、 運賃が低廉だったことなどから一定の需要があったが、大峰ダムの建設や京阪本線の開通による、淀川での水分の衰退とともに港も衰退した。第二次世界大戦後はほとんど使用されず放置されて、いたが1967年、跡地を埋め立てて、公園とする都市計画が決定され事業化されたことにより、公安機能を創出した。現在は公園内に、 港湾施設の復元模型があるほか、堀川からミス公門の周辺は遊歩道が整備され観光用の重積州が運行している。観光船については、伏見重積州を参照。周辺には、京橋、表町、柿の子の浜、金井戸、北浜、西浜、南浜、東浜、弁天浜、材木町といった港町にちなんだ地名が残っている。現在は、 跡地が公園となっている。ありがとうございます。